さ、それでは新しい説に入っていきましょう。時計数字の3番になりました。実用新案法について見ていきたいと思います。特許法の双子の弟というふうに申し上げましたけれども、条文だけで見ますと特許法がこれぐらいあると実用新案法ってこれぐらいで、なんでかっていうと特許法にいろんなところが準拠しちゃってるんで、ほとんどもうこちら見てください、こちら見てください、特許法に準拠しますという形になっているので、条文はすごく短めでございます。なので、まあ、抑えるところもそんなにたくさんあるわけじゃないんですけども、似てるところとそれから違うところというのを明らかにしながら確認していきたいと思います。でまずは実用新案法概論というところをさらっと、ね、やりたいと思います。でまず法律ですからね、目的はちょっと押さえておきたいと思いますので、テキストの方1の括弧1、実用新案法の目的と意義のところは1行目から3行目まではラインを引いておいてください。これ実際の条文の、まあ、1条の内容が出てるわけですね。実用新案法は物品の形状それから構造または組み合わせにかかる公安の保護及び利用を図ることにより、その公安を奨励し、そしてこれにより産業の発達に寄与することを目的としているというふうになっています。キーワードはまずね、物品ということですね。これはこの後の実用新案件の定義とも絡んでくるんですけど、あくまでも公安の保護になっていると。で、公安ってどんなものなんですかっていうと、まず高度性が不要ってなってますけど、これやっぱり発明と比較をした場合に公安というのは高度なものじゃなくてもいいわけですね。ちょっとしたアイデアでも構わないという意味で高度性がまず不要だということと、それから今の話です、物品に限定されますよということですから、だから発明の場合には方法の発明というのが認められていたんですけども、物品だけなんですよ。方法の考案というのは出てこないということで、そこだけちょっと押さえておいていただきたいと思います。だからこれからも物品物品物品という言葉がずっと出てきますね。でもう一つ、産業の発達はこれは特許法と全く同じですので、この2つということになりますね。目的は、さてじゃあ今度は実用新案件の定義のところをちょっと見ていきたいと思うんですけど、実用新案件とはというのでは、実用新案件はとなっているので、そこはちょっと下線を引いておいていただきたいと思います。産業財産権4つのうちの1つで、実用新案登録を受けた公案、これを登録実用新案と言います。特許発明にあたるものですね、にかかる物品、出ましたね、物品の製造使用譲渡等を排他独占、ここも特許法と同じです。排他と独占、排他独占的になし得る権利であると実用新案法16条にこう述べられているわけです。で実用新案法は実用新案権は実用新案法によって保護されるわけです。で今度は存続期間なんですけど、特許に比べて単純な思いつき軽い小発明ですからね、考案というのはそれほど長くありません。存続期間はやはり特許法と同じように出願の日からです。日から短いんですね。10年間、これでも昔よりは伸びたんですよ。法改正があって昔は6年だったんですけど、もう10年になって久しいです。それでも特許に比べると半分ですね。これあんまり短すぎるとやっぱり皆さん一生懸命こう想像しようとクリエイトしようという気持ちが起きないだろうということで、10年に延長されたんですけど、特許の半分と考えておいていただければ記憶しやすいのではないかと思います。じゃあもう一つ特許に似てるところ、この後は実用新案登録を受けるための要件のところを見たいと思いますので、板書を、ね、切り替えたいと思います。まだ写してない方がいらっしゃったらこの時間で写しておいてください。さあそれでは板書の方はよろしいでしょうか。講義再開したいと思います。今度は2番ですね、実用新案登録を受けるための要件について見ていきたいと思うんですけど、これは実際に特許法の場合とそれから実用新案法の場合で体系図がよく似ている図がテキストに出てますので、これテキストをチラチラしながらこう見比べていただきたいと思います。非常によく似てますよね。で似てるところは飛ばして違うところを中心にお話していきたいと思うんですけど、まず項目の1つ目は実用新案法上の公安でなければいけないと、公安であることと、でこれは特許法の場合であれば発明でなければいけなかったわけですが、違いはっていうと自然法則の利用でしょ、つまり反復可能でなきゃいけない、技術的思想でなきゃいけないから同じく反復可能でかつ客観的なものでなきゃいけない、暗黙知のようなものはダメですよ、そして創作性がなければいけない、単なる発見のようなものはダメですよという話は特許法のところでしましたよね。4番目として特許法の場合には高度性があったんですけど、その高度性がないということで、これが公安というのがあくまでも小発明ですよ、
ということがご理解いただけるのではないかと思います。これが1本目の柱でした。で、2本目の柱が今度は3条要件、実用新案法の3条の要件を満たしているということ。これはテキストの方は実用新案登録の要件、協議の要件として3条の要件が出ているわけですね。で、これは特許法29条要件とよく似ているわけです。産業上の利用可能性、産業という言葉が使われていますから、これは工業だけではないですよと、農林水産業、それから商業、金融サービス業全部含みますよと、これも一緒ですね。で、新規性がなければいけないということで、これも要件がありました。耕地耕用文献耕地というのがここにありましたよね。耕地耕用観光に移行というのがあれでした。そして3番目として進歩性というのがあるんですけど、これも文言は同じなんですけど、ここですね、ハードルが低めになっています。これはテキストでこの丸3番の進歩性のところを見といていただきたいと思うんですが、特許法の場合よりも緩やかで極めて容易に考案することのできるものの登録が許されないだけであるということで、まあ、かなりハードルが低くなっていると。大抵の言ってみればアイデアだったら実用新案登録が受けられますよということになっているわけです。ここまでね、よろしいでしょうかね。こちら2つ見てきました。あと3つありました。過去3番、不登録事由に該当しないこと、まあ、公序良俗に反するものはダメですよ。ただそれはね、国の基準だけで現行法だけで決めるわけではないですよということが特許法では述べられていました。で、先願であることということで、日本は先願主義を取っていますね。ただこの後やるんですけど、特許法の場合には厳密な審査をして拒絶事由がなければ実際に特許登録受けられるわけですけれども、でもこの実用新案法というのは無審査主義というのを取ってるんですよ。これ後でお話しますけど、一言で言えばスピードアップのためですね。スピードアップのために審査しないでどん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 実用新案登録というのは認められるわけです。ということは、まあ、バグを含んだソフトのようなものであって、実際にはさほどの価値のないものも実用新案登録として通っちゃってるものもあるわけなんです。その理由はね、後でお話ししたいと思うんですけど、はおおむねスピードアップが理由です。で、そのスピードアップのために無審査主義を登録しているがゆえに、先願であることってなってるんですけど、先行願についてもちゃんと審査を受けずに登録されちゃってるんで、後から認められなくなるものというのもあるんですけどね、一応先願であることというのは一応条件には入っています。で、最後は少し複雑でしたけども、先ほど特許法のところでお話しした拡大先願は同じようにこの実用新案にもあるわけで、まあ、これについてはもう特許法に準拠してますから飛ばしたいと思いますね。という概ね特許法とよく似ているということが確認できれば、ここは OK でしょう。じゃあ今度はその実用新案の登録手続きということで、まさにこの無審査主義というのがどんなものなのか、特許法と大きく違うところなので、特許法は審査主義を採用してますからね、そこの違いについて板書を切り替えて見ていきたいと思います。じゃあまだ板書を写してない方はこの時間に写してしまってください。さあ、それでは板書の方はよろしいでしょうか。今度は登録手続きについて見ていきたいと思います。で、この実用新案の登録手続きは特許法に比べると非常にシンプルですね。教科書の方が特許法の場合にはかなり複雑だったので、背骨だけをここにね、先ほど板書させていただきましたけれども、今回はどちらかというと教科書のものとほとんど同じ感じです。テキストの実際のものと比べながら見ていただきたいと思います。で、実用新案の登録手続きは先ほど申し上げましたけどね、無審査主義に基づいてますから、まあ、実態的に本当の、まあ、審査というのは行われないわけなんですよね。方式審査の後実態審査がないわけですよ。ただしその前に基礎的要件の審査というのが入っていますので、ここにおいては無審査主義なんだけど2段階ありますよということで、ちょっとここは頭がごっちゃにならないようにしておいていただきたいと思います。で、これはまず手続きの概要からちょっと見ていきたいと思いますので、テキストは3の括弧1から順に追って見ていきましょう。で、まず括弧1の概要のところなんですけれども、まあ、無審査主義を採用しているということが出ています。で、出願の実際の資格者については特許法に準じますから、これ割愛します。それから出願の手続きについてなんですけど、ポイントはこれ出願の時にこれですね、もういきなり実際納付しちゃうということです。そこのところが大きな違いですね。出願手続きの時に
すでに1年目から3年目、第1年から第3年の登録料を提出して行うというところが、これが特許と違うところです。なぜならばって無審査主義だからということですよね。で、特許法との違いというのが ③ に書かれていますので、ここのところはちょっと読んでいきましょう。出願書類についての詳細は特許の場合とほぼ同様であるが、実用新案では物品を対象とするため図面が必ず必要になりますよということ。また、ここから先はちょっと下線を引いておいてください。実用新案法では、無審査主義を取るため1から3年の登録料は出願時に一括して納付しなければならず、特許査定がなされた後に登録料を納付する特許法の規定とはそこのところが違ってますよということですね。よろしいでしょうか。なのでこの点線はこちらにもつけておきたいと思います。さあ、それからじゃあ今度実際に無審査主義のところを見たいと思いますので、括弧2番の方をご覧いただきたいと思います。で、この理由なんですけども、基本的にはスピード重視ということになります。その趣旨は丸1番のところに細かく出てます。スモール A スモール B と2つ出てるんですけど、要するに日進月歩の世界ですから、これあんまりゆっくりと審査ずっとしてからようやく登録ということではもう遅いですよと。しかもこれちょっとしたアイデアですからね、そういう意味で言うとやっぱり寿命も短いわけですね。なのでどん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 やっぱり登録をさせてあげましょうということで、まあ半年ぐらい、これは実際に括弧3番の登録のところを見ていただきますと、通常は4から5ヶ月で設定登録され、登録によって実用新案件が成立する。しかも登録後10週間ほどで実用新案広報に掲載される。まあこれで公になるわけですけど、そうするとまあ10週間足していただいてもおおむね半年ということになります。特許の場合が平均3年でしたから、それに比べるとかなり短くできるだろうというところが伺えると思うんですね。ですのでメリットとしてはスピードアップというのがあるんですけど、ただこれがまさに括弧2番の無審査主義のところ、本文のところなんですけど、そこ見ていただきますとね、無審査主義では前述したように以下、その後をちょっと下線を引いておいてください。実用新案の登録要件を満たしていない状態で出願、満たしていない出願でも登録されてしまうため、登録要件を欠く実用新案登録が多数存在すると。そうなんですよ、登録要件を欠いているようなものが多数存在する。つまりバグを抱えたような実用新案というのがたくさんあるということは、いわゆる玉石混交な状態なわけですよね。ですからこれは後で紛争になる可能性があるわけです。じゃあその場合にはどうなるのかっていうと、これは無効審判、これによって無効になるものが多いですよということですね。特許法の場合に比べ、特許の場合に比べるとここはかなり無効になる可能性が高いというふうに原理上ね、ならざるを得ないということになります。まあ、こういうような制度なんだけれども、無審査主義の下でも2つの審査がありますよということ、これとこれですね、この2つの審査があるということで見ておきましょう。まずスモール A、テキストの方はスモール A になってますけど、登録の基礎的要件の審査というところを見ておいていただきたいと思います。で、こちらについては無審査主義であっても公安が、これ公安だけですかね、物品の形状構造または組み合わせにかかるものになっているか、物品になっているかどうかということ、それから公益に反しないか、そして書類が所定の形式で記載されているかどうかについてはまずこの段階で見られるわけですよね。その後で方式審査です。出願手続きが法律の定めに沿っているのかということについての審査が行われるということになっています。で、手数料がね、この場合に納められていなきゃいけないわけですけど、あとは問題なければ、とにかくまあここまでで問題がなければ登録されてしまうということで、玉石混交というふうに申し上げました。さて、ここまでがおおむねこの登録までの流れなんですけれども、これと絡めてですね、今度は実用新案についてはその技術評価制度という制度がありますので、次の大きな4番ですね、実用新案件の効力のところでそこを交えてちょっとさらに補足をさせていただきたいと思います。じゃあ板書がまだの方はこの時間で移してしまってください。
さあ、それでは板書の方はよろしいでしょうか。じゃあ最後にですね、実用新案件の効力のところについてちょっとお話をしたいと思います。でまずこれ基本的にはもう特許法のところとほとんど同じ、特許権とほとんど同じですので、まあ、同じところは飛ばしちゃっていいと思います。括弧1番のところ、括弧2番のところはテキスト読んどいていただきたいと思います。で括弧3も一緒なんですけど、まあ、メインとなる救済手段としてははい、これですね、救済手段としてはやっぱり差し止めと損害賠償請求、民事的なものがメインになりますよということで、これ以外のものももちろんね、特許法の場合と同じように存在はします。ただこの救済手段、もう誰でも彼でも常にですね、差し止め請求や損害賠償できるかっていうと、これはね、特許法と違ってそうはいかないんですね。先ほどお話した無審査主義のおかげで、実際にはこの実用新案というのは非常に玉石混交な状態なわけですよ。優れてるものもあれば、大して優れてないものもある。なのでもう実用新案権者がですね、もう無尽蔵に差し止め請求や損害賠償請求を出せるとすると、やっぱり世の中ちょっとおかしくなってしまいます。ですのでこの玉石混交の実用新案、そして実用新案権者に対してはやっぱり一定の権利制限をしなければいけない。いつでも救済されるわけではない。そこで特許庁がサービス的にやっています技術評価書という制度があるんですけど、これを請求してみてですよ、自分のところの実用新案というのが、要するに実際には5段階評価じゃないんですけども、いわゆる子どもさんの成績で考えると5段階評価の5、つまり非常に優れたものだというふうに特許庁が判断してくれるんであれば、これは権利侵害がある可能性があるんだったら、その相手方に対してちゃんと強気に出ようとか、あるいは5段階評価で1だとしたらば、ああ大してうちの実用新案というのは評価されてないものだと、権利侵害権利侵害じゃないって話になっても、これはあんまり意味ないなということであれば、権利侵害について相手に対していろんな請求するのはやめとこうとかっていうふうに判断ができるわけなんですよね。そのためのこの権利侵害に対するこの救済手段、こちらでお話したこれらの救済手段に対する前提条件として、まずは技術評価書を取り寄せて、特許庁のもちろんこれは意見に過ぎないわけですけども、どれほどのものなのかをまず見てから、こういう救済が受けるべきなのか受けられるのかということを各自判断してくださいと。これ有効性の判断は当事者任せですから、この技術評価書に基づいてこの実用新案はダメとか無効になっちゃうとか、そういうものではないんですよ。そういうものではないんですけど、経済的にどれぐらい価値があるかということについての一定の評価、参考意見になるわけですよね。これはまず取り寄せなければいけないわけです。ただ有効性の判断は当事者任せになっています。でこれ第三者も請求可能なんですけど、これはどういうことでしょうか。例えば山口さんという方がある実用新案を登録しているとしましょう。全然私縁もゆかりもなかったんだけど、実際にこう調べていったらば、いや非常に面白い実用新案があるぞと、これ山口さんにお願いして、うちで例えば実施権を設定させてもらおうとか、あるいは譲っていただこうとかっていうふうに、まあ交渉したいと思うわけです。ただこの実用新案、本当に価値のあるものなのかどうなのか調べたいなと思った時に、これ第三者も請求可能ですから、じゃあ特許庁の方々はこれをどういうふうに評価してるんだろうかっていうのをあらかじめ取り寄せて、先ほどの話です、5段階評価で5に当たるようなものであれば、あこれはぜひ交渉させてくださいなるでしょうし、まあ、2とか1だとすれば、あこれは俺のメガネ違いかなって話になりますから、今回はやめといて他のものをちょっと探してみようかなっていうふうになりますよね。まあ、こういうような形で技術評価書っていうのは当事者だけではなくて第三者も取り寄せることができる、そういうような制度があるんだということもご理解いただきたいと思います。理由はもう一回申し上げておくと、無審査主義で玉石混交の実用新案を交通整理するためにそういうものが必要だということになるわけですよね。ですのでこちらテキストの方に概要と、それから実際にどういう人が請求できるのか、利用目的もね出ていますので、そこのところはちょっと、ね、読んでおいていただきたいと思います。過去にも出題がありましたのでね。さあではここまでで特許法の、そして特許権の双子の弟って申し上げましたけど、実用新案法、実用新案権についてはここまでにしまして、今度はちょっと年の離れた兄弟ですよと申し上げましたけれども、衣装法の方に話を移していきたいと思います。じゃあ一回板書の方をまた整理しますので、まだ移してないところがあったらこの時間で移しておいていただきたいと思います。実用新案法についてはここまでにいたしましょう。
さあ、場所の方はよろしいでしょうか。それでは新しい節に入りたいと思います。第4節、衣装法の方に入っていきたいと思います。でこれまで私たちは特許法を見て、それから実用新案法を見てきました。まあ、この2つは法律としては双子の兄弟だというふうに私が申し上げたんですけれども、どちらも非常によく似ていたわけですが、この衣装法になりますと少し、まあ、似てない部分も出てきますね。ですので私は年の離れた兄弟のような法律というふうに呼んでいます。まあ、いずれもこの3つの法律、特許法、実用新案法、衣装法というのは創作保護法というふうに言われている法律です。いずれも何らかの創作を保護していると。ただ違うのは、やっぱり特許や実用新案というのはこれは発明だとか考案でしたから、まあ、アイデアなんですよね。それに対して衣装というのは一般的にはデザインと呼ばれている言葉ですから、デザインの保護をするってなると確かに違うなというところがお分かりいただけると思います。そこが法律の規定の差として生まれてきているわけですね。じゃあまずこの衣装法についてはいつものごとく概論から見ていきたいと思いますので、まずは法律の目的と意義、その後は衣装権という権利自体について確認をしていきたいと思います。じゃあまずテキストの目的と意義のところをちょっとご覧いただきたいと思いますので、こちらはちょっとマーカーでラインをね引いておいていただきたいと思います。衣装法はというところからちょっと見てみましょう。はい、衣装法はまず衣装の保護および利用を図ることにより衣装の創作を奨励し、これにより産業の発達に寄与することを目的としている。第1条でこのように法の目的が語られているわけですよね。ポイントはここです。衣装の保護、つまり創作者の保護ということと、これ今までと同じですね、産業の発達というのがやっぱり今回もついてきていると。この辺は産業財産法みんなに共通しているところです。実際にテキストの方でその後で衣装が実際に登録されている登録例が出ています。大は飛行機、それから小はボールペンまで、こういったものがみんな衣装として登録することができるということですね。はい、ここまではよろしいでしょうか。じゃあ今度は衣装権、ここは実際に出題が何回かあったところなんですけれども、こちらの衣装権についてはまず定義から見ていきましょう。板書でポイントは類似という言葉だというふうに示してありますので、この意味は本文を読んでいただければわかると思います。ちょっと本文見てみましょうか。衣装権の定義のところです。衣装権とは産業財産権の一つで、その後ろマーカーで引いておいてください。衣装登録を受けた衣装、こういうのを登録衣装と言います。これは今まで出てきた言葉で言うと、特許法における特許発明、実用新案法における登録実用新案と同じような意味合いの言葉ですね。登録衣装およびこれに類似する衣装を業として独占的に実施しうる排他的な権利であると、いわゆる独占排他権であるということが述べられていますし、業としてもまた出てきましたね。ただ今までとちょっと違うなと思っていただきたいのがここですよ。類似する衣装、ここまで独占的に排他的に使用することができると。でこれは今まで特許でこんなことってありましたか？どうですか？特許の場合であれば、もう特許請求の範囲っていうふうに厳密にその決められてますからね、権利の部分が。そこよりもちょっと向こう側、つまりお隣の領域にある特許というのは、これは独占的に使うことは当然できなかったわけですよね。ところが衣装の場合には、自分たちが登録したデザインと似ているデザインまでがこれは排他独占的に使っちゃっていいと。これ今までとは大きく違うだと思いますね。というわけでこの類似というところはこの後もポイントになっていきますから、ちょっと頭の片隅に置いといていただきたいと思います。じゃあ今度は存続期間、保護期間のところも見ていきたいと思います。これは、はい、テキストの方に出てますけども、実際に登録の日から20年間というふうに書いてありますね。で今出願の日からっていうふうに私も書きそうになっちゃったんですけど、これは特許の場合ですよね。特許の場合は出願の日から20年でした。でこちらの衣装法の場合には登録から20年間、同じ20年でもこちらが違うので、ここのところはちゃんときちんと覚えておいていただきたいところです。
で、実はこの20年間というのは昔はですねここまで長くなかったんですよ。保護期間10年だった時代があって、15年になり20年というふうに伸びているんですけど、これはなぜ伸びているのかちょっと考えてみたいと思います。で、特許の場合であればあまりにも長くこう保護期間を長くしちゃいますと、そうするとある一つの企業だけがその科学技術を独占するっていうことが起こります。そうするとそれこそやっぱり国の技術レベルが進歩が止まってしまう可能性があるので、まあ、一定期間保護したらばあとはみんなが使っていいよっていう形で、もっと面白い技術を誰か思いついてよと、こういうような要するに狙いがあるわけですよね。ところが、まあ、言ってみればデザインの場合には、あるデザインよりもさらにその進んだデザインがどんどん出てくるかっていうと、そもそもデザインが進んでるかどうかっていうのはやっぱり美しさの問題ですから、これについてはやっぱり尺度がなかなか持ちえないわけですよね。逆に言うとあるデザインをある会社が独占してるからといって他の会社が本当に困るかっていうと、そこまでは困らないんじゃないかと考えるわけです。技術の場合だと困る場合も出てるけど、デザインの場合にはそこまで問題ないでしょう。とするとある程度長めに保護してあげてもいいんじゃないかなっていう考え方から、だんだんにこの保護期間が伸びているというふうになるわけですね。例えばこの後やりますね、著作権法なんかと比較をしてみると、著作権の場合にはもうまずね50年というキーワードが出てきますので、あ、そんな長いんだと、まあ、そういうふうに考えるとまだまだ、まあ、衣装の場合には短いと考えることもできるかもしれませんよね。今は20年である、そしてそれは登録の日から20年だというところは押さえておいていただきたいと思います。で、これは原則であって、もう一つ例外があります。これは下線を引いておいていただきたいんですが、関連衣装、後で関連衣装という言葉が出てきますから、その関連衣装の衣装権の場合には存続期間がその関連衣装の元となった本衣装、そちらの本衣装の方の実際に衣装権の設定登録の日から20年で切れちゃう、少し短めなんですね。後でこちらについては関連賞のところでお話をしたいと思いますけど、そんな例外もあるということ、これもまた頭の片隅にちょっと置いといていただきたいと思います。じゃあこの後はですね、実際に賞登録を受けるための要件またまた見ていきたいと思いますので、版書を切り替えたいと思います。さあ、それでは版書の方はよろしいでしょうか。今度は大きな2番ですね、衣装登録を受けるための要件のところに入っていきたいと思います。で、まずはここはやっぱり特許法の体系図がありましたから、それと比較をしながらこの衣装が登録要件を受けられるためにはどんな要件があるのかというところを押さえながら見ていっていただきたいと思います。実用新案の場合には非常によく似てたんですけど、衣装の登録要件になりますと少しやっぱり違ってきてますよね。それをこれから一個一個見ていきたいと思います。で、まず衣装と登録衣装の定義のところからちょっと見ていきたいと思いますので、テキストの本文で確認していきましょう。括弧1番、衣装法上の衣装であることの丸1のところですね、衣装と登録衣装のところをちょっと見てみてください。衣装とは物品の形状、今回物品に限定だってね、先ほどお話しました、形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合であって、視覚を通じて、キーワード視覚、そして美観を起こさせるものを言うとなっています。登録衣装とは衣装のうち衣装登録を受けている衣装のことであるということになってますね。ですからやっぱりここでは物品とか美観とかっていう言葉については押さえておく必要がありそうです。で、まずこの衣装法上の衣装であることの4つの要件のうち1点目が物品性というふうになってるんですけど、これはもう平たく言いますと、まず有体動産でなければいけないということです。かつそれが提携性、それから視認性、取引性、工業性を持ってなきゃいけないというふうになってるんですけど、まあ具体的には例えば道路だとか花壇といったものっていうのはこれ不動産ですからこの中に入りませんね。有体動産の中に入らない。でも組み立て家屋の場合にはこれは有体動産なので、そのまま物品と考えていいですよというふうになっていますね。2番目のところ行きましょうか。今度は視覚性というふうになってますけど、例えば香水の香りとか何かの音のようなもの、嗅覚だとかそれから聴覚だとかでしか我々が感じ取ることができないようなもの、これはやっぱり当然衣装として設定することできないわけですよね。なのでこれは衣装にはなりませんということです。デザインにはなりませんということですね。3番目が今度は美観性なんですけど、まあこれはやっぱり難しいですよね。どうですか。だって何が美しいかっていうのはやっぱり人によって随分と好みが違いますから、これは判断が難しいところだと思います。ただこの
衣装法上における衣装、ここにおけるこの美観性っていうのは、いわゆる美術的な高尚な美である必要はないわけですね。何らかの機能美であればいいという形になってますから、例えば私たちがよく使っている包丁だとかカッターのような刃物、ちゃんとした機能美を持ってますし、テレビだとかパソコンだとか携帯電話にも一定の機能美ってあるじゃないですか。こういったものであれば満たしていきましょうと、満たしていきましょうと、そういうような考え方なわけですね。はい、それから4番目の携帯性というのがありますけど、これはまあ実際に出題されたことがありますよね。まあ、ガリガリ君のようなものがモチーフになった問題というのが出題されたことがあります。ちなみにこの刑法務っていう科目は割とこう時事的な問題とか世間を騒がせているものというのが出題されることがあります。例えば音楽家で実際にまあコピーライターの人っていうのが世の中をこう騒がせたことがありましたけれども、それが出るとそれに関する問題が出る。それからふなっしーじゃないかなっていうようなものがモチーフになって出題されたこともあるわけですね。ちなみにアイスキャンディーの問題も出たことがあるわけですが、さてこの携帯性においてはテキストにも出てるんですけど、ネクタイの結び目、今日私もネクタイしてますけど、こういったものには定型、まあ、携帯性がないというふうに考えます。まあ、決まった形がないですからね。一方のアイスクリーム、これも溶けちゃえばドロドロになっちゃうじゃないかと考えがちなんですけど、少なくとも販売されている時には固まっていますから携帯性があるというふうに考えます。この両者が携帯性の有無が違うということもちょっと頭の中に置いておいていただきたいと思いますね。まあ、こういったような4つの要件を満たしていれば、少なくともまず第一関門、はい、これは衣装法上の衣装であるということが認められるということになります。じゃあそれ以外のところもちょっと特許法と比較をしながら見ていきたいと思いますが、体系図の2番目は三条要件を満たしているかどうかというところです。これはテキストの方では三条要件については衣装登録の要件、競技の衣装登録の要件ということで出ていたと思うんですけど、ポイントはここですね。まず第1点目が工業上の利用可能性になっていて、産業上の利用可能性、今までの特許や実用新案とはそこが違っているということです。これはちょっと本文で確認しておきましょうか。はい、3条の要件について、まず1番、工業上の利用可能性、これはね4行目のところ、工業とはっていうところからラインを引いておいていただきたいと思います。競技の工業を意味する、特許法の産業とは異なり、農業商業等の産業全体を含むものではないと解されている。工業上の利用可能性とは工業的、これは機械的あるいは手工業的な生産過程を経て反復生産されて生産される量産される物品のデザインである必要があるということであるということです。まあ、農業だとか商業は省くってなったんですけど、例えばスキとかクワとかあるいはなんだトラクターのようなものあるじゃないですか。こういったものは農業だからダメなのかっていうとそんなことないですね。スキやクワというのはちゃんとした工業製品ですし、それからトラクターも当然工業製品ですから、こういったものの衣装というのは認められるわけです。じゃあ逆に認められないものって一体どんなものがあるのかというと、テキストの方にこれは列挙されてますよね。例えば自然石をそのまま置物にしてしまうとか、あるいは打ち上げ花火の閃光もダメですよ、それからビルは不動産だからダメですよ、あるいは絵や彫刻等はダメですよということが例として出てますので、これらのものは反復して生産されるものでないというふうに考えますと、やっぱり工業上の利用可能性からは外れるんだということを認識していただければいいと思います。じゃあそれ以外に2つありますね。工業上の利用可能性の次が新規性というところですけど、ここもちょっと見ておきたいと思います。で、新規性についてはもう特許法の時にやりましたけれども、工地工用それから文献工地っていう3つどれかを満たしてなかったらもうダメだという形になっちゃった、新規性が喪失するってなっちゃったんですけど、衣装法の場合はまず工地と文献工地については、これテキスト読んでみてください、これは特許とほとんど同じです、変わらないですね。3番目の黒ポチのところ、中黒が3つついて工地それから文献工地、一番下が上記衣装に類似する衣装となってます。ここなんですよ、ポイントは。ここのポイントは ここが新規性の基準に入っているということです。だからこれは衣装というのは、衣装権というのは基本的には類似する衣装まで及びますから、逆に言うとすでに類似する衣装が世の中にある以上、このこれから
皆さんが実際に出願しようと思っている衣装というのは残念ながら新規性がないということになってしまう、そういうことなんですね。なのでこの3番目のところをちゃんと押さえておいていただきたいと思います。でその後の新規性喪失の自由の例外については特許法の場合と一緒です、はい、意に反する行為と行為に起因する行為というのが2つ出てますけど、実は衣装法の方で先にこの規定はありましてね、これが拡張されて特許法の方に移植されてるんで、実は本家はこっちなんですよね。なのでこちらちゃんと覚えておいていただきたいと思います。じゃあ3番目、創作非容易性のところもご覧いただきたいと思うんですけど、これは比較するんだったら今までは進歩性という言葉が使われていましたよね。でところが衣装の場合にはデザインの場合にはどちらが進歩した衣装かというデザインかというのはこれ判断難しくないですか。どん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 新しいものって言っても突然50年代とか60年代の服装の方がかっこいいなんてなるのが衣装の世界じゃないですか。と考えますと何が進歩しているのかということは難しい。つまり進歩性という概念は衣装デザインの世界ではあんまり馴染まない評価軸なんですよね。なので今回はこの創作非容易性というのがこの3番目の要件に入っているわけです。ちょっと実際にテキストの方で確認しておきたいと思います。創作非容易性とは衣装登録出願前に当業者通常の知識を有する者が日本国内または外国において公然知られた形状等に基づいて容易に衣装の創作ができない程度の困難性だと、そんなに簡単には思いつかないぐらいの困難性を持っているものというふうになっているわけですね。これが、3条要件3つということになります。じゃあ今度は不登録事由のところも見ておきたいと思いますので、テキストの不登録事由のところも見てみてください。でこちらについてはもうすでに公序良俗にを害する恐れがある衣装はダメだ、これは特許法の規定とほとんど一緒なんですけど、2番目に他人の業務にかかる物品と混同を生じる恐れがある衣装、これもダメですよということになってますね。これも不登録事由の中に入ってくると。で3番目が物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる衣装となっているんですけど、これは例えばここに CD-ROM の絵を描いてみたんですけれども、 CD-ROM っていうのはもうこの形でなければ使えないわけですよね。ですからこれを誰かが衣装登録しちゃいますともう誰も使えないってことになってしまう、こういうのはまずい。物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなるような衣装はやっぱりこれは認められませんよ、不登録事由の中に入っているということです。ですのでここで今申し上げましたよね、3つあります。公序良俗以外に2つありますので、その3つはちょっと合わせて覚えておいていただきたいと思います。でその次が宣願であることというふうになってますね。こちらについてはいいと思いますが、やっぱりこれも類似の衣装というのが含まれていますので、そこはポイントになります。で最後が括弧5番です。テキストの方では宣願衣装の一部と同一または類似の公願衣装の保護除外というふうになってるんですけど、簡単にねこちらにこう書きました。広報の掲載などがあって、その広報掲載の宣願衣装との一部とですよ、全部じゃなくて一部とでも同一類似だったらダメですよということですよね、そうでないものだったらいいんだけど一部でも同一類似になってしまったらダメだということで、拡大宣願に近い考え方だと考えていただければいいと思います。最後が一衣装一出願というここですね。ここについても見ておきたいと思います。まずはこちらは本文の方で確認しておきましょうか、下線をちょっと引いてみていただきたいと思うんですが、衣装は物品の美的形態であり物品と切り離すことはできない、物品が異なれば衣装も異なる、ということは見た目は同じような衣装であってもこちらがチョコレートでこちらがお菓子だったとしたらば、見た目は同じなんだけれども別衣装と考えるっていうのが衣装法の考え方なわけです。ということは一衣装一出願の原則とは、衣装は原則として物品ごとに出願しなければいけないと、同じように見えるチョコレートとお菓子だったとしてもまとめて出願することができないということです。こちらですね、ペンダントトップとチョコレート、どちらももみの木をデザインして頭にハートがついているというようなこういうような衣装があったとします。で先にこのペンダントトップの方を私たちがじゃあ出願しようかという形で出願をしたわけです。で実際に衣装登録されてこのペンダントトップが
売れる、めちゃめちゃ売れてしまったと。じゃあせっかくだから若い女の子たちに受けたのであれば同じデザインでチョコレートも作っちゃおうと、そうすればこっちも売れるんじゃないかという形で関連商品でチョコレートを作った場合、これはやっぱり別に出願しなければいけないですね。見た目は同じように見えますけれども、このチョコレートは物品が違いますから、これは別な衣装ということになります。ですからこいつはこいつでまた改めて出願をしなければいけない。これが一衣装一出願の考え方です。これはこの後商標法をやりますとね、一商標一出願という考え方が出てきて、これとは真逆なんですよ。商標の場合にはもうセットでガサッとこれは登録することができますので、そこのところがちょっと違っているよということをご理解いただきたいと思います。以上が体系図にのっとって、まあ、ずっとお話をしてきたんですけれども大丈夫でしょうかね。で、一つ途中で文字の取り扱いというところが、これ物品性のところですね。物品性のところで文字の取り扱い、あ、衣装の要件のところの、そうですね、衣装法上の衣装であることのところで文字の取り扱いのところをお話ししなかったんですけど、テキストでちょっと確認していただきますとね、基本的にやっぱり文字の場合にはそれを衣装登録しちゃいますと他の人が使えなくなっちゃって非常にまずいだろうということで、文字の取り扱いについてはかなりこう厳しく見られてました。以前昭和53年だったと思いますけど、カップヌードル事件というのがありまして、カップヌードルってロゴ我々知ってるじゃないですか。あれが要するに衣装登録できるかどうかということについて揉めたことがあります。で、特許庁の見解はあれはいいんじゃないですか、デザインですよねというふうに認めたんですけど、実際高裁の判断は別だったんですね。あの、文字としての機能がないわけじゃない、文字としても認識されるので単なる模様とだけ考えることは難しいだろうということで、日清食品側が負けたというような、そういうような事例がありました。で、時代がずっとね、我々の時代の方に、まあ、なっていって、後になっていって、今は審査基準の変更で衣装を構成すると認められる文字の範囲が拡大されてますから、昔に比べると文字は衣装と認められる可能性は高いんですけれども、まあ、そういうちょっとデリケートなものだよということは押さえておいていただければと思いますね。じゃあここまでで、まずここいいですかね、衣装登録を受けるための要件については特許法と比較をして見てまいりました。じゃあまだ板書を写していない方はこの時間にちょっと写しちゃってください。この後はまたね、板書をチェンジして次に進みたいと思います。さあ、板書の方はよろしいでしょうか。それでは続けていきたいと思います。今度は大きな3番ですね、衣装権の主体のところを見ていきましょう。ただここはですね、ほとんど特許法でやったものそのままなので、まあこれは読んでいただければいいかなと思います。特に括弧1番の衣装登録を受ける権利のところはそのままご一読いただければいいと思います。括弧2番の職務捜索についても、実は特許法でですね、すでに職務発明やってますので、この職務発明、特許法35条の規定がそのまま順用されるものが、これ職務捜索になります。実は大昔に出題されたこともあるんですけど、ここのところはほとんど出題されてませんし、出たとしても職務発明の規定が順用されるんだなっていうことを理解していただければ、ケーススタディが仮に出たとしてもお答えいただけると思いますので、まあ問題はないでしょう。じゃあ今度は続けて4番の衣装権の登録手続きのところを見てみたいと思います。ここも同じように特許法との違いを見ていきたいんですけど、まずこの背骨の流れを見ていただきますとね、非常に特許法とよく似てるなと思います。方式審査があって実態審査があるという形ですから、はい、こちらのところは特許法とよく似てると思います。ただ違うところもありますよね。そこをちょっと確認していきたいと思いますので、テキストの実際に本文と照らし合わせながら見ていきましょう。まず括弧1番の出願のところの丸3番のところをちょっとマーキングしてみていただきたいと思います。出願公開制度とそれから保証金制度、これについては規定がありません。特許法と違うところですね。で、この出願公開については、まあ、なんでないのかって考えてみたいと思うんですけど、特許の場合はこれはどうですか。出願公開ってのは何のためにあるのかっていうと、1年6ヶ月だったら出願公開されると。しないでいると、まあ、ライバル会社だとかがみんな同じような研究をしてしまう、二重研究、二重投資、二重出願の問題があって、これは社会的にすごい無駄なので、こういう研究はもう特許が出願されてますよ、だから皆さんやめていいですよっていう意味で、こう出
出願公開するわけですよね。でデザインの場合にはまあそれは必要ないですよね。デザインの場合にはそういうことをする必要がないと思いますので、それでここはそういう制度がないということになります。はい、それからもう一つ見ていただきたいのが、今度は丸3番の実態審査のところの1行目、これはラインを引いておいていただきたいと思います。衣装法では特許法のように出願審査請求制度、特許法48条の2、これがを採用していないというふうになっています。はい、こちらは何でしたっけ。出願審査についての請求制度、これは実際に出願した後もう一度本格的な出願審査請求をしないと実際には実態審査の方に入っていただけませんよという制度でしたよね。これは何ででしたっけ。はい、これは発明というのは、言ってみれば日進月歩の世界ですから、最初の段階で急いで出願をしたけれど、しばらく経ってみたらば似たような技術が世の中にたくさん溢れていて、このまま特許取っても意味がないなと思ったら方式審査のところで止めちゃって実態審査には入らなくていいと、こういうことをですね、実際に出願者に選ばせるための方法だったわけですよ。でもデザインの場合にはその日進月歩という考え方がありませんから、これも必要ないだろうと。一度出願したらばそのまま自動的に方式そして実態と進んでいくのが当たり前なので、シンプルなこのスタイルになっているということですね。というわけで違いとしては、今申し上げた出願審査請求という制度がないんだということを押さえておいていただきたいと思います。それからですね、あとは丸5番のところに行きまして、登録のところなんですけど、ここの最後のセンテンスはマーキングしておいていただきたいと思います。登録があった時は第三者に公開するために衣装広報に掲載されると、特許の場合と非常に同じなんですけど、これ後でですね、秘密衣装が次の単元で出てまいりますので、そことちょっと比較をしながら理解していただきたいと思います。ここではね、そこに留めたいと思います。後で秘密衣装が出てきたらコメントさせていただきたいと思います。それから括弧3番ですね、これは衣装登録の無効審判と審決取消し訴訟について出ています。特許の場合にはこの他にもう一つありましたね、異議申し立てがあったんですけど、それがありません。2つというふうにシンプルな形になっています。で、衣装登録無効審判が特許とちょっと違うのは、第2センテンス見ていただきたいと思うんですけど、衣装登録無効審判は原則として何人も請求することができるとなっています。で、これ特許の場合の無効審判の場合には何人もじゃなかったんですね。利害関係人だけだったわけですよ。で、なんで何人もじゃにな衣装の場合にはなってるんだろうか、これは先ほどの話です。特許の場合には6ヶ月以内異議申し立てが何人もできたわけです。その制度が衣装の場合にはないので、その代わりに無効審判は何人も請求できるようになっていると、こういうふうに覚えていただければね、ご理解いただけると思います。で、審決取消し訴訟の方は特許の場合とほとんど同じですから、そのままお読みいただけで、それだけで十分だと思います。最後の括弧4番の国際登録出願についても、先ほどパリ条約による優先権の話は特許のところで出てますので、ね、こちらもですね、軽く読んでいただければいいと思います。じゃあこの後は一つ大きな橋要になりますね、衣装権の効力のところについてはちょっと図解しながらお話をしたいと思いますので、まだ板書を写し終わってない方は軽く写しておいていただきたいと思います。さあ、それでは板書の方はよろしいでしょうか。ちょっとね、山場になりますけど、大きな5番衣装権の効力のところを見ていきたいと思います。で、まずこれ本文の方で確認していきたいと思うんですけど、テキスト本文の方で括弧1番の衣装権の効力のところについては、原則としてっていうところからちょっと下線を引いておいていただきたいと思います。衣装権者は業として登録衣装およびこれに類似する衣装の実施をする権利を占有すると、類似する衣装に対しても衣装権の効力は及ぶということをここでは述べているわけですよね。はい、そこのところ、それから丸3番の衣装の実施のところ、これは先ほどのね、特許の実施のところとも合わせ、発明の実施のところとも合わせて見ていただきたいと思うんですけど、衣装の実施については、衣装の実施とは、そこから先下線をちょっと引いておいてください。衣装にかかる物品を製造、使用、それから譲渡、貸し渡し、これに輸出入が加わりますね。輸出し輸入し
それからまたはその譲渡貸渡しの申し出をする行為、これ全部が意匠の実施となりますので、これはちょっとね押さえておいていただきたいポイントです。その後の括弧2番の意匠権の効力の制限については、まあ、ほぼほぼ特許と一緒なので、もうさっと読んでいただければいいと思います。で、山場括弧3番のところですね、意匠の同一と類似について見ていきたいと思うんですけど、意匠がまず同一かどうかっていうのはどこで判断するのか、それは本文の1行目を読んでみてください。意匠の同一性とは、同一物品について同一形態であると、つまり物品の同一性と形態の同一性というこの2つから掛け合わせて見ていくわけなんですよ。じゃあその実際に物品の同一性、それから形態の同一性というのはどうなっているのか、ちょっと見ていきましょう。丸2番の物品の同一性のところを見てみてください。物品の同一性とは、物品が同一か類似か非類似であるかという観点だと。じゃあ何で見ていくのかというと、用途および機能という言葉がその後に登場しますよね。そうなんですよ。用途と機能で物品の同一性を見ていきます。じゃあ形態の方はというと、こちらの方はもうちょっと複雑です。形状、それから模様、それから色彩、これらの結合が同一か類似か非類似かというところで総合的に見ていく形になります。でこの両者の掛け算だということは、こんなような二次元マトリックスを作ってあげれば、どこまで意匠権の効力がこのマトリックスの中で及ぶのか、ここだけなのか、この表全体なのかということを見ていくことができるわけです。まあ、同一の場合には丸、類似とみなされる場合には三角、非類似とみなされる場合には×というふうにしてありますから、まあ、先ほどのあのもみの木の形をしたあの実際にペンダントトップをイメージしながら考えていただきたいと思います。実際にある会社がペンダントトップをあの形で作っています。でライバル会社でここでこう考えています。あそこと違うようなものにしなきゃいけないよね、そうなりますよね。じゃあ形が同じで、もし形が同じでしかも物品もペンダント、これを作ったら、うちが作ったらどうなのかな。この場合にはやっぱりこれは同一になっちゃうんですよね。同じもの、同一の衣装という形になりますから、ここについてはうちの会社は作ることできないねって形になります。ああダメだよね、それ当たり前ですよね。この形でペンダント作っちゃったら先ほどのものと同じになっちゃいますから、これはダメだと。じゃあちょっと変えてみようと。じゃあ形態をちょっと変えて、3段のもみの木じゃなくて2段のもみの木の形にすればいいんじゃないのっていうふうに思いがちなんですけど、それでペンダントを作ったらどうなるかっていうと、これは、はい、同一の物品で形態が類似の場合っていうのは類似の意匠というふうに考えられます。類似の意匠ということは、ここも実は特許権が及ぶ範囲になってしまうわけなんですよ。困ったなと。じゃあこうしてみたらどうだと。同じ形で、この形はすごく売れてるみたいなので、ブローチだったらペンダントと違うじゃないか、類似の物品の場合はどうだろうか。この場合も類似というふうに判断されます。衣装は類似であるという判断されます。衣装が類似だということは、ここも実は効力が及ぶという形なので、ここもここもここもライバル会社はそういう商品作ることできないわけですよね。で一番変化球を投げていくんじゃないですか。だったらこうしたらどうですか。類似のブローチで、類似の物品であるブローチで、かつ形もちょっと変えて類似、類似の類似だったらここはいいんじゃないですか。いやいや、実はここも実は三角マークがつくということは類似とみなされちゃうんですよ。ということは、今言った4つについては全部先ほどの会社の意匠権の効力が及ぶ範囲ですから、ライバル会社としてはそういう商品作ったら意匠権の侵害になっちゃうわけで、ここは入れないわけですね。ちなみにそれ以外のところはどうかっていうと、先ほどもちょっとねチョコレートの話が出ましたけど、この形態でチョコレートを出したとしても、これは意匠が同じものにはなりませんから、これは全く別物だってさっきありましたね。別物だということは、もしライバル会社が出すんだったらこれは OK ということになりますね、はい、類似のものだったらどうか。形態が類似のチョコレート、もちろんこれも OK です。 OK ですということは、ここで言えば×になりますよね。非類似になります。以下これらは全部非類似の意匠というふうに見なされますから、この×がついているところでは先ほどの会社の意匠権は実際には効力を持たないということになるわけです。ということは、実際に効力が及ぶ範囲というのはどこだったんでしょうかっていうと、ここの4つですよね。ここの4つに効力が及んでいると考えることができるわけです。で、テキストの方でもう一回確認してみてください。これは実際に
マトリックス表がありますね。衣装の同一と類似というのはどこまでなのかというところは確認しておいていただきたいところです。さて今度はですね、括弧4番、衣装権侵害に対する救済手段なんですけど、これも特許法と同じですね。もう差し止め請求と損害賠償を中心に理解しておいていただければ OK です。括弧5番の衣装権の利用のところも、移転と実施権と質権の設定というトリオが出ていますので、これも今までと同じですよね。なのでここについてはさっと読んでおいていただければ問題ないと思います。ポイントはここになりますので、過去に出題されたことも昔ありますから、ちょっと確認をしておいていただきたいところでした。じゃあこの後は特殊な衣装をやって、衣装権については終わりにしたいと思います。板書をねちょっと切り替えたいと思いますので、まだ写してない方はちょっと写しておいてください。さあそれでは板書の方はよろしいでしょうか。衣装法の最後ですね、特殊な衣装についてちょっと見ていきたいと思います。ここもちょこちょこと出題のあるところなので確認をしていきましょう。まず括弧1番、部分衣装というところなんですけど、これはちょっと下線を引いてください。部分衣装とは、物品全体の形態の中で他の衣装との対比の対象となりうる、一定の範囲を占める部分を保護するための衣装と。例えばボールペンのクリップ部分だとかというのがテキストの中に出てますよね。そうなんですよ。例えばこの自転車があった時に、ここの例えばハンドルの部分だとかサドルの部分について、具体的にこれは衣装登録をすることができると、そういうような制度なんですね。ただまあ非常にこう、まあ、便利ですよね。そういう意味ではすごく便利な制度だと思います。部分衣装というのはこういう考え方です。でその派生として出てきたのが画面を含む衣装、これはもう最近出てきたものです。ちょっと見てみましょうか。物品がその機能を発揮できる状態にするための操作に使用される画像であって、その物品またはこれと一体として用いられる物品に表示されるものは部分衣装として衣装登録を受けることができると。だから GUI、 グラフィカルユーザーズインターフェースなんて言われますけど、ここの部分ですよね。ここの部分、ここに実際に表示される部分について衣装登録を受けることができる。これなんかはやっぱり携帯電話だとかパソコンが出てきてからだなと思いますけど、テキストの中にはテレビモニターに表示されるビデオディスクプレイヤーの録画予約機能のための画像なんかも衣装登録できるというふうになってますね。はい、それから今度は組物の衣装ということで、まあお雛様なんかをイメージしていただくと分かりやすいと思うんですけれども、ちょっとこちらも読んでみましょう。組物の衣装とは、はい、組物の構成物品が組物全体として統一がある場合の衣装である。組物の衣装は組物全体として統一があるときには、衣装一衣装一質感の原則の例外、先ほどやった一衣装一質感の原則と、ね、例外となっていますとして、一衣装として質感をし衣装登録を受けることができる。つまりこれをですね、全体として見ることができると。でこれは今出てきましたけれども、一衣装一質感の原則、先ほどやりましたね、その例外にあたるというところを確認しておいていただきたいと思います。よろしいでしょうかね。まあ、おひな様とか、それからナイフとかフォークですよね。でこれはその後にも出てましたがね、物品の衣装の効力は組物全体に及びますから、各構成物には及ばないと。例えばスプーンだけとかっていう、これには実際には効力が及ばない。似たようなスプーンが出てきたとしても、組物の衣装としてしか登録してなければ、うちの衣装の侵害ですよ、衣装権の侵害ですよとは言えないということですよね。はい、よろしいでしょうかね。じゃあ今度は括弧4番、関連衣装のところを行きましょう。関連衣装とは、今度はね、その下のすなわちまで飛んじゃっていいですよ。関連衣装とは、すなわち本衣装に類似するバリエーションの衣装であるということで、あんまりちょっと絵が上手くなくてすいません。 A という衣装、こういう衣装が本衣装として
登録されているとすれば、その後から出てきた A' をこれですね、関連衣装として登録することができると。ただしこいつは登録してから20年間じゃなくて、本衣装、先に登録した本衣装の登録の日から20年間というふうになっている。これはテキストで確認をしていただきたいと思います。先ほどやりました衣装券の存続期間のところに実は出てたんですよね。あの時関連衣装の話が出たらばお話ししますよと申し上げたので、衣装券の頭のところで確認をしておいていただきたいと思います。大きな一番のね、衣装券概論の、はい、括弧2番、衣装券のところの丸2です。存続期間のところ、関連衣装の衣装券の存続期間はその本衣装の衣装券の設定登録の日から20年をもって終了するというところで、少し短めだというところを覚えておいていただきたいと思います。それから今度括弧5番ですけど、秘密衣装、こちらも見ておきましょう。何らかの事情で自分のところのデザインをやっぱり商品化するまで隠しておきたいという場合がありますよね。それに対するものです。秘密衣装とは、衣装が登録され衣装権が発生しても、衣装登録出願人の意思により一定期間これを秘密にしておく衣装であると。だから広報に載っけないわけです。衣装登録出願人は衣装権の設定の登録の日から、これです、3年間ですね。登録の日から3年以内の期間を指定して、その期間その衣装を秘密にすることを請求することができると、こういうことですね、はい。それから最後が動的衣装ということで、びっくり箱の絵を描いてみたんですけど、物品の形状、模様または色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する衣装だということで、巻き込み箱だとかびっくり箱だとか吹き戻しっていうんですか、ピュルルーつってピュルルーって戻ってくるような、ああいうや笛なんかも動的衣装になる可能性があるわけですよね。こういうような衣装券についてはいろいろなバリエーションが設けられているということを最後にお話しさせていただきました。じゃあここまでで衣装券は終わりになります。この後は商標権について、商標法についてお話をしていきたいと思いますので、板書がまだ写し終わってない方はこの後写しておいていただきたいと思います。さあ、それでは板書の方はよろしいでしょうか。それでは新しい説に入りたいと思います。第5節、商標法の方に入っていきましょう。で、この商標法ですけどね、今までやってきた特許、それから実用新案、双子の兄弟っていうふうに言いました。で、それに比べて年の離れた兄弟として衣装法、デザインを扱う衣装法がありましたけど、いとこぐらいの関係でしょうかね。だいぶ離れてまいりましたけれども、やっぱりでも特許法と似てるところはありますので、そこを抑えつつ違うところについてまたね、研究していきたいと思います。じゃあまた特許法と同じように衣装法の概論のところから入っていきたいと思いますので、まずは目的と意義のところから押さえていきましょう。で、これは本文のところをちょっと読んでいただきますとね、商標法とはというところ、34年に制定された産業財産権の一つでの後ろですね、商標保護、ここまず下線引いておいてください。商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図る。だからこの商標の保護というのが実際に使用者の信用の維持につながっているということ、これにより産業の発達、2番目ですね、産業の発達に寄与し、合わせてこれは今までなかったですね、需要者の利用の保護、需要者の利益の保護、需要者の利益の保護することを目的としているというふうになっています。で、この需要者っていうのはニアリーイコール顧客のことですから、お客様の利益の保護になっている。それはそうですね、私たちはやっぱり商標を見て安心してそこの商品買うわけですから、というところが出てきているという、これが大きなポイントです。それからもう一つが、商標の保護というのは、言ってみればこれは使用者、企業側ですね、使用者の信用の維持につながっているんだというところも合わせて、これが商標法の意義、目的なんだなというところは見といていただきたいと思います。で、最後のところ、使用者のというところから下線引いておいてください。今私が申し上げたところです。使用者の
業務上の信用維持、それからこれですね、顧客って書きましたけど消費者ですね、消費者等の需要者の利益保護を目的として掲げている点が創作を保護するとしている他の三法、特許、実用新案、意匠、これらとは違う。だから創造法、保護法という言い方をしないで、まあ、信用を維持するための法律だと考えていただければいいと思いますね。じゃあもう一つ、今度は商標権そのものについても見ておきたいと思います。まずは定義から見ていきましょう。商標権の定義とはどうなっているか、本文マーカーを引いていただきたいと思います。商標権は産業財産権4つのうちの1つです。そして商標登録を受けた商標、これを登録商標と言います。登録商標の使用を排他的独占的になし得る権利である。商標権は商標法によって保護されますということでよろしいでしょうか。やっぱり排他独占的な権利であると。で、2番目の商標権の存続期間というところなんですけど、こちらちょっと板書しちゃいましょうか。はい、こちらはやっぱり登録の日からですね、登録の日から10年間なんですけど、更新が可能であると。この更新が可能でないと困りますよね。昨日まで自社のブランドが使えたので10年経っちゃったらもうみんなが使えるようになってしまう。これではまずいので更新は何度でも可能だということになっています。で、先ほどの衣装と同じようにこちらも登録からであって出願からではないんですね。で、これはやっぱり先ほど申し上げましたけれども、発明だとか考案だとかっていうのはできるだけまあ早く世の中の人たちに使ってほしいっていう部分がありますから、出願からっていう形にして早めに世の中全体で使えるようにするんですけど、登録から10年間という形で、こちらの方は時間的には長く保護されているということが分かりますよね。で、登録から10年間ですけど更新可能ですからね、いくらでも半永久に使うことができるということです。ではここまでよろしいでしょうか。今度は商標登録を受けるための要件について確認したいと思いますので、またね、板書をチェンジしてちょっとお話ししていきたいと思います。ここまでのところ映してない方はこの時間に映してしまってください。さあ、それでは板書の方はよろしいでしょうか。今度はですね、商標登録を受けるための要件の方に入っていきたいと思います。当然また体系図が出てます。テキストの体系図で確認してください。そして特許法の場合と比較をしてみていただきたいと思いますが、まあもういとこですからね、そんなに近くないなというところは私も認識してます。だいぶ変わってきましたよね。でもまあ似てるところもありますので、基本的にね、この項目に沿って話を進めていきたいと思います。そうすると体系図の一番最初が商標法上の商標であることとなってますから、ここからちょっと見ていきましょう。商標法上の商標であることで、テキストの方はまずこの表彰ですね、表彰とそれから商標と登録商標というのがこうなっていきますよということが定義が出てます。そこはちょっと下線を引いておきましょうか。まず最初のところですね、スモール A ですけども、表彰となってます。マークのところから見ていきましょう。表彰とは人の知覚によって、これはライン引いていただきたいと思うんですけど、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、それから図形、記号、立体的形状、もしくは色彩、またはこれらの結合、音、その他精霊で定めるものであると。人の知覚、だから視覚とは言ってないんですよね。さまざまな知覚、あとで音、音声商標が出てきますけども、音なんかも入りますから人の知覚になっています。これらの結合、音、その他精霊で定めるものと、随分と私が初めて商標法を学んだ時に比べると、この表彰というのはすごく広くなってるなというふうに思います。その中でも、じゃあ商標と呼ばれているもの、トレードマークと呼ばれているものはどんなものなのか、これもちょっとラインを引いておいていただきたいと思います。スモール B の方ですね、今度は商標です。商標とは表彰であって次に掲げるものである、一般的にはトレードマークと呼ばれていると。じゃあ中黒がついている2点、行として、また出ましたね、行として出ましたね、行として商品を生産し証明し、証明というのは保証のことです。我々が何らかの形で自社のブランドをつけるということは、それは商品を保証していることになりますから、生産したり保証したり、プライベートブランドの場合なんかだと自分の会社で作ってないけど自社のブランド名だけをつけて保証する場合がありますけど、その場合を証明と呼んでいます。生産し証明し、または譲渡する、普通で言えばこれは売買になりますね。売買するものがその商品について使用するもの、
今まで実施という言葉を使ってきて、時々実施の中の一部分で使用が出てきたんですけど、商標の場合には実施するって言い方しないんですよ。商標は使用するって言い方をしますから、後で例えば今までだったら実施権という言葉があったんですけど、これは例えば専用実施権という言葉があったんですけど、専用使用権とかそういう名前に変わっていきます。ですので使用という言葉はちょっと押さえておいていただきたいと思います。もう一つありますね、はい、業として今度は役務を提供しまたは証明するもの、保証ですね、がその役務について使用をするもの、つまり基本的には商品または役務についてとついているもの、こういったものが今度は商標と呼ばれているものですね。その中で今度はスモール C 登録商標というのは、はい、商標登録を受けているものということになるわけです。でもうすでに音の話をしていますけど、この商標は随分と今は広くなってきましたね、はい、色彩も OK ですし音も OK というふうになってます。もともとはそこに出ている文字商標、例えばソニーとかトヨタとか NTT とかこういったものが一番馴染みがありました。図形商標、黒猫ヤマト の、 あの猫のマークとか、それから図形商標つったら例えば住友さんだったらあのねこういうようなひし形の形をすぐイメージできるじゃないですか。こういったものを図形商標だとか記号商標というのはイメージできたんですけど、それがやがて立体商標、例えば日本ビクターの犬の形だとかカーネル・サンダースさんだとか不二家のペコちゃんだとかっていうのがあの立体のまま商標として認められるようになった。さらにそれが増えていきまして、色彩、それから音の商標、動きの商標、ホログラフ、それから位置なんかが出てきたわけですよね。音なんかはニュースにもなりましたけれども、例えば筆算3つってやつですよね。筆算3つさんのあの、まあ、音のことサウンドロゴっていうらしいですけど、こういったものが認められるようになりましたし、色彩もニュースになりましたね。トンボ鉛筆さんの白と黒と青でしたっけ、テキストにも出てますけど、あのトリコロールのデザイン、あ、色、デザインつっちゃいけないか、色についてもこれは色彩商標が認められるということになっているわけで、随分とこの商標というのが拡大されたなというふうに思います。商標の機能のところについてはこれマーケティング的なもの部分なので、ざっと読んどいていただければいいと思います。その後の特殊な商標についてはいくつか出てるんですけど、まあ、試験に出るのは何といってもこれですね。地域団体商標が何度も出題されてますから、これがまあ別名が地域ブランドというふうに呼ばれているものですけど、これは結構出てますね。でテキストの方に本文に出てますので、ちょっと追っかけながらまとめていきたいと思うんですけど、まずこれは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、それから商工会、商工会議所、もしくは特定非営利活動法人またはそれに相当する外国の法人、これも OK なんですね。この組合等はその構成員に使用させる商標であると。だからこういうような組合その他の団体の構成員が使うことができると。でその構成員に使用させる商標であって、一定の範囲で周知性、だからいろんな人に知られているということですね。周知性を獲得した地域ブランドについて地域団体商標、地域ブランドとして登録をすることができると、7条の2で定められているわけです。でこの地域団体構成員は当該組合等の定めるところにより、指定商品または指定役務について地域団体商標に係る登録商標の使用する権利を有し、特定のだから法人だけが持つわけじゃなくて、みんなこのね地域の人たちのそこに構成員として入っているさまざまな会社の人たちが使うことができるわけですね。この権利は移転することができない。これ特徴に書きましたけど、譲渡はできません。ちなみに専用実施権と言わない、専用使用権のこれは設定もできないという形になってます。これそうですよね。誰かだけが使えるようになっちゃったら地域ブランドの意味合いがなくなっちゃいますので、これは譲渡することができないとなっています。そして地域団体商標の主な特徴は下記の通りであるということで、中黒が3つついていますので、それを1つずつ見ていきましょう。まず地域団体商標として登録を受けることのできる商標には3つのパターンがあります。これは本文ゆっくりと見ていただきたいと思うんですけど、まとめるとこうなりますね。まずは地域商標に普通名称、商品役務についての普通名称がついているもの、一番まあイメージしやすいものは夕張とくればメロンですし、松阪とくれば牛です、近江とくれば近江牛、牛になると思うんですけど、こういったものは地域名称に普通名称がくっついた形で出来上がっているわけで、一番こう馴染みがありますよね。
でこの他に地域名称プラス、まあ、商品駅務の普通名称ではなくて慣用名称というのがあります。例えば焼きとか塗りとかっていうのはそれだけでは普通名称で商品を表しているとは言えないんですけど、慣用名称としてまあ言ってみれば焼きって言ったらばこれは陶磁器を表していますし、塗りって言ったら漆塗りを表しているわけですよね。こういう慣用名称がついた九谷焼きだとか、あるいは輪島塗りのようなものもこれは2番目のパターンとして認められているわけです。で最後が3番目のパターンですけど、地域名称プラス今出た普通名称や慣用名称がくっついて、さらに産地を示す何らかの言葉、一番わかりやすいのはペケペケさんってやつですよね。何々さんというのがついた形で、この組み合わせで出来上がっている、そういうような商標もあるわけです。地域団体商標もあるわけです。一番まあここで例として出しているのは千葉県のものですけど、八街さんの落花生なんかがこれに該当しますよね。この3つのパターンがあるよってことをまず押さえておいていただきたいと思います。その上で今度は中黒の2つ目に入っていきますけど、地域団体商標にかかる商標権は譲渡することができない、そして専用使用権を許諾することができないというふうになっています。まあ今私つい自主権って言っちゃいましたけど、基本的には使用権という言い方をします。これもテキストに出てますね。商標権の場合には自主権ではなく使用権という言い方をするというところも合わせて見ておいていただきたいと思います。じゃあまずここまでで最初の商標法上の商標であること、ここまではよろしいでしょうか。この後ね、それ以外のところについても見ていきたいと思います。さあそれでは板書の方はよろしいでしょうか。続きに入っていきたいと思います。今度は2番目ですね、使用意思の存在というところをちょっと見ていきたいと思います。でこれは今までなかった、特許法とか意匠法にはなかった部分だと思うんですけども、まず使用という言葉の定義がテキストに出てます。で随分多いですね。もうしょうがない、これはざーっと読んでおきましょう。まあおおむね使用というのはこういうことなんだなと、いろんなところでまあ商標って使用しますが、基本的には常識の範囲内だと思いますからざっと読んどいてください。なかなかここまでは暗記はできないと思います。でその上で使用意思というところをちょっと見ていただきたいと思うんですけど、要するに商標というのはまずちゃんと使う意思があるかというところを確認しなければいけないというところなんですね。でこれは本文の丸2番ですね、使用意思の存在に関する考え方というところをちょっと見ていただきたいと思うんですけど、自己の業務にかかる商品役務について使用する商標については一定の場合を除き原則として商標登録を受けることができる、使うということが大前提なんです。その後ろをちょっと線を引いておいていただきたい、線を引いておいていただきたいんですが、法は使用意思の存在を求めているんですけど、でも権利の安定性の見地からっていうのは心の内側は分かんないですよね。なのであなたは使用意思がある、あなたは使用意思がないというのを全部見極めることはできませんから、商標の使用事実を判断することなく登録を認める登録主義を採用している。その使用の事実で判断しないで、あくまでもまあ基本的には全部受けちゃいますよっていうのが登録主義なわけです。ただし明らかにこれは使用できないだろうっていう場合というのも出てきます。それが例えば銀行法12条のところなんですけど、後半のところを見ていただきますとね、ただしというところから見てください。出願人の業務と願書に記載された指定商品等の間に使用の関係が認められないことが明らかな場合は、これは商標登録を受けることができない。心の内を見るまでもなく、あなたのビジネスではそういう商標を使えないでしょって場合も出てくるわけです。例えばこれ銀行法12条のが出てます。銀行は商品の製造や販売を業として行うことが禁止されていますから、自ら商標を商品について使用する意思があるとは認められませんから、商標の登録を受けることができない場合が考えられる。例えば物を銀行が売ろうと思って商標登録しようと思っても拒絶されますよということですね。ただ銀行は役務はやってますから、役務商標についてだったらもちろん OK なんですけど、物を売ろうとして物についての商標を受けようと思っても登録を受けようと思ってもそれは拒絶されますよということなわけですね。だから明らかな場合は跳ねられますけど、基本的には法の安定性の見地から
登録主義を採用しているということですね。さあ、それから今度はもう一つ括弧3番でまたまた出てきましたね。これは今までと共通している気がしますが、不登録事由に該当しないことということで、まあ、特許なんかですとこれはもう必ず公序良俗に違反するものはダメですよというのが出てましたが、今回はですねちょっと多いですね。公序良俗に近いものはまあこれかな、公益に違反する商標でないことなんですけど、それ以外に識別できない商標でないこと、それから紛らわしい商標でないこと、他人様とですね、他人様と紛らわしい商標でないことという2つがあって、これが細かく出ていますのでちょっと見ていきましょう。で、重要なところはラインを引いていただきたいと思いますので、まず一番のところはこれですね。識別できない商標ではないことっていうのは、テキストでは自己の商品役務と他人の商品役務とが識別できない商標になってます。まずスモール A ずっとありますね。これスモール A からスモール G まであるんですけど、 F までで一塊、 G はその例外になりますから A から F までで一塊だと思ってください。まず普通名称、その商品役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する表彰のみからなる商標は登録を受けることができない、まあのみからなんですけど、ここではハウスの事例が出てますね。で、もし例えばハウスメーカーさんがハウスっていうと、もし普通名称で登録しちゃいますと他のハウスメーカー困っちゃいます、ライバル会社は。ですからそういうような場合はダメですよとなってます。ただあくまでもこれはその普通名称を普通に用いられる方法で表示する表彰のみからなる商標がダメだって言ってるんだって。普通以外の場合、例えばハウス食品さんのハウスっていうのはあれは飲食食品ですよね。食品でハウスを使うのであればこれは該当しませんよ、つまり登録できますよというふうになっています。スモール B、 今度は慣用表示となってますけど、その商品役務について慣用されている商標は登録を受けることができない。例えば日本酒の正宗とか、あるいはあと観光ホテルですね、ホテルにおける観光ホテルとかっていうのを、これを一つの会社が登録しちゃうとやっぱり他の方々が困っちゃいますから、こういったものも実際には識別できない商標に入るので不登録事由に該当するということになりますね。3番目 C 行きましょうか。品質効能の通常表示ということで、ちょっと長いんで飛ばしますが、商品の産地販売し品質等にしましょう。品質等で2行目も置いといて3行目の方に移ってください。を普通に用いられる方法で表示する商標のみからなる商標ですから、品質だけを表す言葉のみからなっているものなんてのはダメだということです。これ品質以外にもさまざまなものがあります。用途とか数量とかが入っているんですけど、例えばとなっているのが靴で登山という名前の靴はダメだと。これはもう用途だけ表しているものはまずいですよということですね。それから京都っていう名前の乾電池もダメだ。産地だけでそのままブランドにしちゃうのもダメですよ。なってますね。それからバイクによる輸送を指定義務としているこの関東一円というのは、これはサービスの提供場所だけで出来上がっている、そういうようなブランドも認められないということです。こういったものは識別できないものというふうになっちゃうわけですね。それからスモール D に行きましょうか。ありふれた氏、それから名称というのはダメですよ、登録を受けることができない。氏名になればいいんですけど、氏だけだとダメだということですから、田中とか太郎とか小林商店とか鈴木製作所はダメだという形になっています。ただここで皆さんは、あれ、そういえばでもホンダとか鈴木とかってメーカーあるじゃないっていうふうに思われると思うんですけど、これは例外として後で出てきますけど、スモール G で出てきますけど、まあ例外がありますね。それは後ほどお話ししましょう。それから今度はスモール E ですけど、簡単かつありふれた商標もダメだと。これ昔試験に出たんですよ。 UI というようなアルファベット2文字はダメなんですよね。それから2桁の数字もダメだだとか、100とかハートマークとか三角形とか、こういったものもそのままでは商標にはできませんということです。F 行きましょうか。その他識別力がない商標ということで、みんなで頑張ろうというようなこういうスローガンのようなものだとか、表示キャッチ、いや、標語とかキャッチコピーのようなものも識別ができる商標とは言えないので、これもダメだということになっています。で、最後 G が出てきましたけど、使用によるこれは識別性の例外となってます。 C と D と E の場合です。だから品質効能の通常表示と、それから D ですからありふれた氏名称、そして E ですね、簡単かつありふれた商標、こういったものについてであっても、特定のものによって長期にわたり使用された結果、需要者、消費者ですね、顧客ですねが
何人かの、何人かの業務にかかる商品役務であることを認識することができるものについては商標登録を受けることができる。よかったですね。ホンダとかスズキとかも OK ですし、 JR もこの中に入ってきます。 JR の場合には先ほどダメだよって言ったのは D の、あ、E ですか、 E ですね。簡単かつありふれた商標でアルファベット2文字は基本はダメだって申し上げたんですけど、今回のように例外として認められるものも出てくると、当然これらは登録商標になっているわけですね。というわけでちょっと長かったんですけど、識別できない商標ではないことっていうのが一つ目に入ってきます。じゃあ二つ目は他人様ともう紛らわしい商標はダメですよと、そうでないことということが求められるんですけど、じゃあ他人と紛らわしいその商標っていうのはどんなものなんだろうか、これもちょっとスモール例から見ていきましょう。でこれは、まあ、周知表示の類似商品 EQM への使用だとか混同の恐れのある商標だとか、それから C のところに周知表示の不正目的使用だとかってのがあるんですけど、とりあえずざっとですね、まず読んどいていただければいいと思います。で D の他人指名等表示、これはもう分かると思うんですね。確かにこれは確か使っちゃいけないだろうと。他人の肖像だとか氏名等、そういったものを含む商標は登録を受けることができないというふうになっています。そしてあとは抗がんですね。この洗顔じゃなくて抗がん商標は当然登録を受けることができないというふうになっています。さあ最後です。公益に反する商標でないことということで、まあ、これは例として分かりやすいのは例えばこういうものです。国旗のようなもの、こういうものはやっぱり公益に反する商標になっちゃいますから、これを登録することはできません。国旗の他にも例えば勲章だとか、あるいは外国の国旗だとか赤十字のマークだとかっていうのはやっぱり受けることができないわけですね。それ以外に出てきました公序良俗に違反するもの等々いくつか出ていますけど、こういったものは不登録事由に該当してしまうということですね。さあそれから今3つ目来ましたけど、もうここまで来ましたけど、あとは洗顔であること、ここは飛ばしてもいいですよね。今までと同じですからね、そのまま飛ばしてもいいと思います。最後が括弧5番一商標一出願と、これは先ほどやった一衣装一出願とは真逆なんですよ。一つの商標に政令による区分に基づいてちゃんとこうアップするんであれば、これらの商品すべて一つの商標まとめてこれは出願することができます。さっきは違いましたよね。衣装の場合にはここでもここでもここでも物品が異なれば全部別にこれは衣装登録しなきゃいけなかったんですけど、そういう面倒がなくなりますよ。ただし政令に基づいた区分に従ってくださいというのが一商標一出願です。これは会社側としては、実際に使用者側としては大変楽ですね。手間としては非常に楽になっていると思います。この括弧5番のところですか、一商標一出願については丸1番一商標一出願の原則ということと一出願択分制という2つに分かれてますが、まず丸1番の方は先ほど言ったところですね。1回の出願で OK ですよと、まあ、1つの出願で複数の商品役務を指定する、そして1つの出願では逆に言うと1つの商標しか登録することができないということの裏返しにもなっています。丸2番の方は商品役務の今度は指定方法を定めているわけですけど、その区分は基本的には政令に従うものでなければいけないということになってますね。というわけでここまでで、まあどうでしょうか、ちょっと長かったんですけれども、こちらですね、商標登録を受けるための要件については以上となります。一つね、峠を越えたかなと思いますので、この後登録手続きのところについても見ていきたいと思います。さあそれでは板書の方はよろしいでしょうか。今度は大きな3番商標権の登録手続きのところを見ていきたいと思います。例によって背骨の部分だけちょっと書き出してみました。これはまあ特許法の場合、特許権の場合ともよく似てますけれども、あと考えられるのはあれですよね、衣装権と非常によく似てるなという感じがします。まず出願審査請求ないですから、方式審査からそのまま実態審査に行ってます。これ特許法との違いで衣装権との共通というところになります。それぞれと違うところを見ていくと、まず
商標権の場合には出願の後に出願公開というのがあります。これ背骨のこちらには私の方で書いたんですけど、教科書の方のですね、本文の方でちょっと見ておいていただきたいと思います。丸三番のところ、括弧1の出願の丸三番のところに出願公開制度というのがありますよね。特許庁長官は商標登録出願があったときは出願公開をしなければならないというふうになっています。でこれ特許の場合には出願公開っていうのはどれぐらいの期間が経ってからか覚えてます？1年6ヶ月経ってからでしたよね。でこれはやっぱりなんでなんだろうって考えると、あまりにも早く出願公開しちゃいますと、これ実際に出願した人のやっぱりデメリット大きいですよね。自分が秘密にしてきたものが出願すると同時に公開されちゃうというのは、やっぱりこれはちょっとデメリットが大きいと。なので1年半経ったところでようやく公開ということ、これは目的は二重投資、二重研究、そして二重出願を防ぐためだったというのは覚えていらっしゃると思うんですけど、でもこれが商標権の場合にはそういうこと起こるだろうかと。ある商標が出願されて公開された、それを見たライバル会社の人たちは、ああいうもう商標は出願されてんのか、じゃあ別なデザインにしようとかっていうふうにパッと諦めがつきますよね。これは1年半も待つ必要がないだろうということで、即座に出願公開が行われているということで納得いただけるのではないかと思います。もう一つの特徴が、これは何といってもこれがあるということですね。更新があるということなので、一応更新のところももう一回見ておきましょう。今度は括弧2番の審査査定登録のところの丸6番ですね、更新のところを見ときましょう。ライン引いておいてください。商標権の存続期間は設定の登録の日から10年をもって終了する。しかし商標権の存続期間は商標権者の更新登録の申請により更新することができるというところですよね。なので更新が可能であるということは押さえておいていただきたいと思います。あとは異議申し立てと無効審判と取り消し審判についてちょっと見ておきたいと思うんですけど、まず丸1番の商標登録の異議申し立ては、これにあたるものは異商法の場合にはなかったんですね。でも特許法の場合にはありました。よく似てます。何人もでしょ。誰でも一定の場合、商標掲載公報の発行の日から2ヶ月ですよ、2ヶ月以内にこの異議申し立てをすることができます。これ特許の場合には6ヶ月だったので、商標の場合には短い2ヶ月だということはちょっと覚えておいていただきたいと思います。それから2番目が商標登録の無効審判です。今度はこれはね、特許法なんかにもあったものですけども、利害関係人のみです。異商の場合にはここが確か何人もだったんですけど、今回は異議申し立てが前にありますからね、何人でもできる異議申し立てがありましたので、無効審判については利害関係人のみという形で特許と同じような仕組みになっています。それから3番目、商標登録の取り消し審判の請求というのがあるんですけど、これは2つに分かれてます。まず第1点目、スモール A ですけど、不使用取り消し審判。あの商標使ってないじゃないですかというものが見つかった場合には、使用してない時にはこれについての審判を請求することができますね。それからスモール B の方は、今度は使われてるんだけど不正使用されているという場合、その不正使用されているという場合もこれもやっぱり審判を請求することができるという、この2通りがあるというところを押さえておいていただきたいと思います。あとはですね、括弧4番のところが国際登録出願になってますけど、これは特にパリ条約におけるよる優先権については先ほどもやりましたが、そこを確認しておいていただければいいと思います。さっとね、読んでいただければ大丈夫だと思いますので、この登録手続きについてはここまでで終了にしたいと思います。この後は一つ山場ですね、商標権の効力のところを見ていきたいと思います。さあ、それではよろしいでしょうか。では今度は大きな4番ですね、商標権の最後のところ、商標権の効力のところに入っていきたいと思います。でまずこの商標権の効力については、2つの権利、専用権と禁止権という2つについてちょっと確認をしておいていただきたいと思います。これは括弧1番商標権の効力の ② のところに、商標権の効力の分類というところがありますね。商標権の効力は専用権とそれから禁止権に対別されるというふうになっています。で禁止権と専用権どう違うのかというところを見ていきたいと思うんですけど、禁止権の範囲では使用権を設定許諾できないというふうになっていますから、ちょっと禁止権の方が弱い、そういうような権利なんですね。専用権、禁止権、おのどスモール A が専用権でスモール B が禁止権となってますから、本文でちょっとここは確認しておきましょう。
スモール A のまず専用権、商標権の本来的な効力であり、登録商標を指定商品指定義務について独占排他的に使用できる権利であるという、非常に強い権利ですね。で、スモール B の方の禁止権の方は商標権の派生的な効力であり、他人が自己の商標権のうち類似範囲の商標の使用を禁止または排除することができる権利であると。他の人にやるなとは言えるんですけど、自分で使うことができない権利というのが、これが禁止権であるということになります。そうするとテキストの方に専用権と禁止権の範囲がどこまで及ぶのかということについての図があると思うんですけど、それと近い図をちょっとね、こちらの方に表ですね、表を作ってみました。で、これは商品役務が同一か類似か、テキストの表を拡張しましてね、非類似まで入れてあります。で、商標についても同一類似非類似まで入れてあります。こうするとなんかね、先ほどやりました衣装の時に作った衣装権の効力の図と表と非常に近い形になります。じゃあ今回はまあ例として、実際に本試験に出たブランドですけど、恋人というブランドを使ってやってみたいと思いますが、竹永菓子店、うちでは恋人というそういうような商標を、まあ、菓子というそういう物品、ここですね、商品役務について登録商標を取ってるとしましょうか。商標権持ってるとしましょうね。その場合にどこまでこの菓子についての恋人というこの商標が効力を及ぼすのかと見ていただきますと、まあこちらに商標があります。恋人という商標、その類似商標として恋心というのが類似だと今回は考えましょうね。そして心になりますと、これは非類似だと考えたいと思います。で、商品役務の方は菓子、これは同一になります。パンになると類似になりますし、ペンダントは全然違いますからね、非類似となることになるわけです。じゃあこの場合に、例えばですけども、うちは今恋人という菓子というので専用権を設定されているわけですけど、もしどこかの会社がもし恋人という菓子を作ってきたら、うちは専用権があるわけですから、独占排他的にそれできるわけですから、やめろっていうふうに言うこともできるわけですね。一方で、じゃあライバル会社が恋人という商標でパンを作ってきたらどうかっていうと、ここなんですよね。で、ここのゾーンはうちは専用権は持ってないけど禁止権はありますから、相手に対してやるなっていうことはできるわけですよ。おいおい、パンという商品で恋人という商標、それはまずいよと。うちは恋人菓子で取ってるんだから、類似する商品だからね、お宅はそれはやっちゃいけませんよ、こういう形で禁止することができるわけです。同じように、じゃあ菓子について恋心、恋人じゃなくて恋心ならいいでしょう、そうやって商品を出してきた会社があったとしても、そのライバルに対しても、いやいや、これはね、恋心っていうのは類似商標だから、同一の商品である菓子で類似商標だから、ここは禁止権が及ぶわけだから、それも作られちゃ困りますよ、やめてくださいという形で、恋心という菓子を作っている会社も排除することができるわけです。さらにここですよね、恋心というブランドでパンを出してきた、これなら問題ないだろうというふうに出してきたんですけど、これも恋人と恋心は類似、菓子とパンは類似ですから、うちの禁止権が及ぶから、恋心というパンも作っちゃダメですよっていうふうに、これは排除することができるわけですね。まあ、こういうわけで専用権と禁止権の大体イメージは持っていただけたんじゃないかと思います。ただね、こういう場合考えてみましょうか。山口パンというパンがあって、そこが愛人というパンというその商品で、まあ、実際に登録商標を持っているとしましょう。実際に商標権を持っているとしましょう。その場合にうちがどういう制約を受けるかということを考えてみたいと思います。うちは何しろ恋人という歌詞で大儲けしているわけですよ。図に乗って私の方で恋人というパンを出そうと、今度は自分の方ですよ。私の方がこの禁止権だけがあるゾーンで商売を始めたらどうなるかっていうと、これ山口さんのところにとっては恋人と愛人が類似だとすればですよ、パンとパンはこれは同じ同一ですから、同一の商品において類似の商標ですから、ここはですね、実は山口さんのところの山口パンの禁止権が及ぶゾーンなんですよ。だからうちが恋人というパンを出そうとしたらば、しっぺ返し食らいますよね。そこはダメですよって、ピピッと、うちの禁止権が及ぶ範囲ですよ、相手様の先様の禁止権が及ぶ範囲なので、うちはそこには入っていくことができないということになります。つまり禁止権はやっぱり専用権に比べて少し弱いゾーンだなということがお分かりいただけると思います。
というわけで、専用権と禁止権の違いについてはどうでしょうか。おおむね理解していただけましたでしょうかね。はい、でその後は ③ 番の商標権の効力が及ばない範囲というのはいくつかありますけど、ここはねざっと見ておいていただければいいと思います。それからその後の括弧2番の商品役務の類似性と商標の類似性、これどういう区分で商品役務が類似かどうかというのが判断されるのか、そして商標の類似性というのはどんなものなのかということについて出てるんですけど、ここもですねさっと読んどいていただければいいと思います。なかなかね全部暗記するのは難しいと思いますので、あ、なるほどそういうことかというところを理解しておいていただければいいと思いますね。はい、それから括弧3番のところ、はい、ここは侵害に対する救済手段についてはこれまでもずっとやってまいりました。で、直接侵害と間接侵害に分けてここでは出てるんですけど、さらにやっぱり民事的な救済としては重要なのは何といってもやっぱり損害賠償と差し止め請求ですから、これは当然商標権についてもあるんだということは確認をしておいていただきたいと思います。で最後が商標権の利用というところなんですけど、これは移転それから使用権の設定、自主権と言わないんですね、使用権という言い方しますが、自主権にあたるものですよ。今までの使用権の設定それから質権の設定の前に一つこれが出てますね。商標権については分割をすることができると、商標権は分割して使うことができるというのがあります。これは商標法条約に対応してできた実は制度なんですけど、商標権の分割とは1個の商標権を商標権者の意思で指定商品指定役務ごとに分けて独立の商標権とすることができると。これは例えば異議申し立てだとか審判請求があった場合に権利の有効性に争いが生じた場合に、争いがある部分と争いのない部分、これ物品を分けておのおの独立するさせることができる、その方がずっと使い勝手が良い、円滑に対応することができるわけなんですね。なのでこういう制度ができたよということをちょっと覚えておいていただきたいと思います。さあここまでで商標権についての効力についての説明が以上となります。これで商標法まで終わりましたから、いわゆる産業財産権4つについては全部終わりになります。この後はちょっと今度は血筋の違ういとこでしたからね、これはね特許法のいとこでしたんで、今度は血筋の違う他人の空似である著作権法についてこの後は見ていきたいと思います。じゃあですね、板書の方はまた大きくチェンジしますので、ここまでのところ写しておいていただきたいと思います。